Hi guys, what's story?、今回は僕がこのラオスで生活する家のルームツアーをやっていきたいと思います。はい、で今もちょっと映ってるんですけど、まあ本当にいい家で、まあ、ここでね、半年ぐらい生活することになります。以前ねホテルのルームツアーもしたんですけど、もうホテルもねすごいいいところで、まあそれに引き続きというか今チームの方から、家を与えていただいたので、今回はその家をね、ルームツアーして皆さんにご紹介していきたいと思います。はい、で半年ぐらい住むんで、まあ外観とかはちょっと伏せて、部屋の中を、紹介していきたいなと思っていますので、ぜひ最後までご覧ください。それでは早速やっていきましょう。レッツゴー。はい、ということでまず玄関入ってこんな感じです。左側に、まあ、ソファと、テーブルがあって、まあ、正面にね椅子と机と、まあ、キッチンが見えるような感じです。右の方にはテレビがあります。でこのソファーのところはねマットも敷いてあって、ソファーもなんかこう新しいの買ってくれたみたいな感じで、まあ一人で住むにはめちゃめちゃもう十分なリビングというか、まあ、くつろぐスペースな感じです。で机の上にはねもう花も置いてあって、すごく快適にいつもここで過ごさせてもらってます。で基本的に壁はもう真っ白で、すごいリラックスできるような色で、で壁にはねなんか絵も飾られて、はい、テレビはあんま見たことないんですけど、まあ、このテーブルでねいつもご飯を食べたりとか、コーヒーを飲んだりとかしてます。はい、続いてここに見える収納、まあ、上に電子レンジ、これをもともとあったもので、まあ、この横にプロテインが置いてあるっていう感じです。で中はねいろいろ入れてるんですけど、まあ、下の方には、まあ、ワックスだったり化粧水だったり洗剤で、右上にはねプロテインで、左には水のちっちゃいのを、入れて、まあ、プロテイン飲む時だったりとか朝、水を飲む時に、まあ、この量飲みやすい、ちょうどいい量なんでこれを飲んでます。はい、続いてキッチンなんですけど、まあ、ポットがあって、冷蔵庫、まあ、収納があるっていう感じです。で、まあ、この中にはそんなに物は入れてないんですけど、まあ、日本から持ってきた味噌汁とコーヒー。で、奥の2つは、右の2つは、まあ、なんかチャーハンの素みたいな感じで、まあ、まだ作ったことないですけど、まあ、今度作ってみたいなと思います。はい、そして今度は左側ですね。左側には食器が入ってます。この食器ももともとついてたもので、まあ一人で食べるには全然もう気持ち悪い状態のところに住まわせてもらってます。まあ、カップもコップもねあるので、まあ、この IH もねめちゃめちゃ万能というか、火も強いので使いやすくて、まあ、油は自分で買ったんですけど、まあ、ここで、まあ、たまにですけど料理してます。はい、でこの中なんですけど、そんなものは入ってないんですけど、この、ね、炊飯器ももともとついてたんですよね。これはすごくありがたいですね。お米買ってたまに炊いてご飯として食べてます。で、まあ、この辺の水切りだったりボウルだったりこの鍋とかももともとついてて、本当にもともとついてるものすごくて、すごい生活しやすいような状態で済ませてもらってます。はい、次に引き出しなんですけど、まあ、この辺はね箸だったりフォークだったりナイフだったり、まあ、この辺ももう全部もともとついてます。
はい、続いて、まあ、こっちのドアは、外に繋がってるみたいな感じで、まあ、ちょっと外観が見えちゃうので今回は、開けずにこちらのドア行きたいと思います。はい、ではトイレですね。あ、トイレとシャワー室と洗面台ですね。まあ、トイレもね、ほんと綺麗で、上にまた絵が飾ってあったりして、清潔な感じになってます。で、シャワールームはね、まあ、こんな感じで、まあ、浴槽はないんですけど、まあ、しっかりお湯も出て、水圧もね、すごい良くて、ストレスなく過ごさせてもらってます。はい、じゃあ次の部屋に向かいましょう。さて、次は皆さんお待ちかねの寝室でございます。またこの寝室がね、すごいんですよ。はい、でかい、すごくでかいです。ベッドが左の方にはまあクローゼットがあって、なんですかね、マット飾り物があって、上にはなんと回る換気扇がついてます。まあ、クローゼットの中はこんな感じで結構収納できるスペースがあるので、まあ、ちょっとしっかり綺麗にやってます。またこのウェアとかもね、別の動画で紹介するので、そっちの動画もぜひ見てください。もうベッドもね、本当にすごい綺麗で広くて、毎日快眠させてもらってます。で、こっちにはね、全身鏡もあるので、なんか、はい、いかがでしたでしょうか。今回こんな感じの家に、シーズン中に住むことになりました。で、本当に最初見た時はすごいなと思って、まあ、こんなところに住めると思ってなかったんで、正直めちゃめちゃ嬉しかったですね。で、しかもこのアパートの、大家さんなのか分かんないですけど、週に2回ハウスキーピングとかっていうので、床を拭いたりとか、もちろんコンビニに片付けてくれたりとか、いろんな掃除をね、やってくれるっていうことで、正直その掃除用具、掃除機とかっていうのはついてなくて、で、やっぱりホコリとかはどうしても溜まっちゃうっていうところで、そういうハウスキーピングがあるっていうのはすごくありがたいですね。やっぱり生活していく上でね、清潔に保つことはやっぱり自分のね、病気の予防だったりもなるので、シーズン、怪我もそうですけど、病気、特に今コロナがすごく流行っている中で、免疫を下げないようにやっていくためには、やっぱりこう身の回りをしっかりきれいに保つっていうのは絶対必要なことで、そういうサポートがあるっていうのはすごくありがたいことだと思います。なので、本当にこんなね、家を用意してくれたチーム、それ以外にもすごいこうサポートしてもらってるので、たまにこうオフィスが、チームのオフィスがあるんですけど、そこもここからもう歩いて10分ぐらいのところで、そこにちっちゃなジムがあったりとか、自主練できるスペース、でかいゴールとボールももちろんありますし、たまにこう遊ぶためのビリヤード台みたいなのもあったりするので、すぐ行って、トレーニングしたり、ちょっと遊んだり、そこに住んでる選手もいるので、そういう子たちと一緒に、ランチしたりとかっていうのも全然できる状況なので、
まあ、こういうね、ほとんどストレスなく生活させてもらってる状況で、まあ、外国人選手ってこともありますし、まあ、今年はもう何としても優勝したいと、しないといけないと思いますので、まあ、今週末からリーグ戦始まりますけど、もう本当にね、全部取るつもりで、リーグ戦も全勝もそうですし、カップ戦だったりとか、まあ、もちろん AFC カップ、めちゃめちゃでかい大会があって、しかもグループリーグに行くことが決まったのでね、そこに向けて、まあ、チーム全体でね、僕個人としてもそうですし、チーム全体としてしっかり充実したシーズンになるようにやっていきたいなと思います。はい。今回は僕がこのラオスで、生活している家のルームツアーをさせていただきました。で、また次の動画で、支給されたものであったりとか、まあ練習のね、一日の流れ、まあ、どんな生活してるのっていうのもね、皆さんにお届けしたいなと思っているので、これからの動画もぜひ楽しみにしてください。今日も最後まで見ていただいてありがとうございます。それではまた次の動画でお会いしましょう。チアズガイズ。バイバイ。